さあトラック競技は日本選手権男子1600メートルリレー決勝です。大会記録は3分05秒02、中央大学チームの記録です。それでは出場するチーム選手を紹介いたします。第2レーン東洋大学、辰野君、小林君、山下君、東海林君。第3レーン近畿大学、須見君、森本君、高橋君、赤井君。第4レーン早稲田大学、牧野君、竹下君、浦野君、野沢君。第5レーン中央大学、みなぎ君、横山君、立野君、木村君。第6レーン中京大学、安井君、もみき君、田村君、古川君。第7レーン日本大学、水谷君、柳沢君、宮尾君、山崎君。第8レーン大東文化大学、中島君、中村君、梨本君、伊藤君。第9レーン日本体育大学、川村君、長島君、水野君、加賀谷君。以上8チームの出場で日本選手権男子1600メートルリレー決勝です。さあスタートいたしました。内側から東洋大学、近畿大学、早稲田大学、中央大学、中京大学、日本大学、大東文化大学、日本体育大学です。すべて大学生チームです。さあ直線に間もなく入ってまいります。さあトップで渡すのは6レーンか。6レーンは中京大学、日本インカレは3位。さあここから直線、先頭は中京大学です。そしてどうだ、残り200メートルを過ぎて、さあ中京大学、日本体育大学、中央大学、早稲田、日大と続いています。インカレの再現か。バトンは第3走者へ。さあ中京大学が先頭で、続いて早稲田、中央、日大、日本体育大学。さあバトンアンカーへ。中京大学のアンカーは古川君。早稲田大学アンカーは国体400メートルハードル2位の野沢君。 A 女子走り高跳び競技終了です。さあここで中央大学、早稲田、中京、接戦です。さあそして日大学どうだ、接戦、中央大学、日大。
さあ早稲田か日大か、早稲田が勝ちました。早稲田大学はこれでインカレ400メートルリレー、1600メートルリレー優勝、そしてこの日本選手権でも400メートルリレー、そしてこの種目1600メートルリレーを制しました。早稲田大学おめでとうございます。スクリーンをご覧ください。ただいまの1着は早稲田大学3分07秒08、2着は中央大学3分07秒35、3着日本大学3分07秒37、4着日本体育大学3分07秒67。5着は中京大学3分09秒23、6着大東文化大学3分10秒43、7着東洋大学3分11秒92、8着近畿大学3分13秒 19。 以上が男子1600メートルリレーの結果でした。女子走り高跳びは先ほど競技は終了いたしましたが、地元神奈川富岡中学の青山夏美さんが1メートル70を自己記録を更新しての優勝です。また夏の全国大会に続いて優勝でした。おめでとうございました。スクリーンにはリレーのリプレイです。B 男子の走り幅跳びは4回目の試技が行われています。ただいまの跳躍は松金くん、大阪香南、3回目までは6メートル47、